1992年の台風のデータ。台風の発生数は31個であった。日本への上陸数は3個とほぼ平年並みであり、いずれも西日本に上陸した。199,201.01ワット台風としては統計史上8番目に早い、日時に発生した。199,202.01新越境台風となった。 19万 9203.02W アシアン19万 9204.03W ビリン19万 9205.05W コンシン19万 9206.06W19 万 9207.07W リタン19万 9208.08W19 万 9209.09W 遺伝7月31日に発生し 発達しながら8月3日に四国沖を北東に進んだ後、4日には中型で波の強さにまで発達し、北西に進路を変えて高知県足摺岬付近に上陸した。台風はその後も北西に進み、福岡県に再上陸。その後は津島海峡に抜けて弱い熱帯低気圧へと変わり、航海で消滅した。この台風の影響により、死者、 行方不明者4人、負傷者2人、床上浸水4棟、床下浸水86棟の被害が出ている。19万9210.10ワットグロリン8月4日に、グアム島の再会場で発生し、勢力を強めながら北上。8日時半頃に強い勢力で、熊本県玉名市付近に上陸した。その後は、九州北部、津大灘を経て、同日十三時過ぎに、 山口県宇部市付近に最上陸。後に中国地方西部から日本海へと進み、9日に秋田県沖で温帯低気圧に変わった。この温帯低気圧は10日にかけて東北地方から北海道東部を通りオホーツク海へ進んだ。199,211.11W8 月5日にマーシャル諸島付近で発生した弱い熱帯低気圧が、 西北西へ進み、6日に台風11号となった。その後も台風は西北西に進み続け、勢力を強めながら、南鳥島の南海上を通り、12日には中型で非常に強い勢力で、父島の南東海上を北西に進み、15日には父島付近を中型で強い勢力で通過。台風は日本の南海上を西北西に進み続けた後、 18日に、鹿児島県種子島の東海上で、北北西に進路を変え、中型で弱い勢力にまで衰えて、宮崎県と大分県の県境付近に上陸した。その後も、北北西へ進行を続け、19日に山口県宇部市付近に再上陸。山口県沖で弱い熱帯低気圧に変わった。 19万 9212.13W19 万 9213.14W19 万 9214.12W 不安ン19万 9215.15W ルシン台風によるグアムでの被害の様子グアム台湾中国に大きな被害を出した19万 9216.16W 遺産8月30日に 台湾に上陸した後、中国大陸に再上陸した。19万 9217.17W19 万 9218.18W19 万9219.19ワット、マリン9月18日にフィリピンの東の海上で発生し、22日に大型で波の強さで沖縄地方の南を北上し、台湾、河中に上陸した後、 航海や朝鮮半島を経て25日未明に日本海にて温帯低気圧に変わった。この台風により日本では負傷者8人、半壊1棟、床上浸水21棟、床下浸水281棟の被害が発生した。199,220.20W199,221.21 W199,222.22W 人千 199,223.23W199,224.24W おさん 199,225.25W199,226.26W 19 19パーリン 199,227.27W199,228.28 W レミン19万 9229.30W19 万 9230.31W セニアン統計開始以降第9位の長寿台風であった19万 9231.32W 波と平成30年台風第12号と類似した経路の過去の台風水土砂防災研究部門 web.archive.org 2020年5月1日閲覧令和元年台風第9号と類似した経路の過去の台風水土砂防災研究部門 web.archive.org 2020年5月1日閲覧令和元年台風第5号と類似した経路の過去の台風水土砂防災研究部門 web.archive.org 2020年5月1日閲覧ありがとうございます。